日本ホラー小説大賞は、かつて存在した、日本の公募新人文学賞。株式会社角川と、一般財団法人、角川文化振興財団が主催していた。1994年、角川書店と富士テレビによって、同じ時代を生きているすべての読者と、恐怖を通して、人間の闇と光を描こうとする才能豊かな。 書き手のためにをコンセプトとして設けられた。第22回から第18回までは長編部門と短編部門に分けて募集され、それぞれ長編賞と短編賞が授与された。また、両部門の中で最も優れた作品が対象に選出された。第19回以降は対象、優秀賞のほか、一般から選ばれたモニター審査員が選ぶ読者賞が選出される。 第25回を最後に、同じ角川主催の横溝静止ミステリー大賞と統合され、2019年度から新たに横溝静止ミステリーホラー大賞に衣替えされた。大賞受賞作品は角川書店より単行本として刊行され、読者賞受賞作品は角川ホラー文庫より刊行される。富士テレビにより、テレビドラマ化、映画化、 ビデオ化される場合もある。突起がなければ、書簡は、角川書店、文庫は、角川ホラー文庫刊。突起がなければ、書簡は、角川書店、文庫は、角川ホラー文庫刊。突起がなければ、書簡は角川、文庫は、角川ホラー文庫刊。2019年度からは、横溝静止ミステリアンとホラー大賞へ行こう。ありがとうございます。